でも本当に言霊ってあると思っててとか、こう あの人元気かなって私さ、こうふって思う人が目の前に現れたり、突然 LINE が来たりとかするんですよ。そうだからさ、なんかこうどこかがつながってる人とは絶対何かあると思っていて、なんかね、そういうのも私は信じてる。言霊もそうだし、なんかやっぱお互いのこうエネルギーが一致した時にバンってその人とはさ、なんかなる気がしていて、人と人とのなんかこう運命とかって私はね、思うのはやっぱどっちかが強いだけでもいけないし、両方のさ思いというか気持ちが天秤にかけた時に同じバランスが取れてるのが、9月9日金曜日、今4時あたりです。さ、今日もさ、すごい共有スペースが混み合っていて、初めはいつものメンバーで、4人ぐらいいるんですけど、その人たちと、ここでねやってて、そしたらなんか女の子たちが多分会社かなのか何なのか、多分だけどブランドをやっている子たちで、アパレルかアクセサリーか、アパレルかな、でなんかモデルさんとかもやってきて、ヘアメイクさんとかもやってきて、撮影準備が始まって、そう、それで10人ぐらいがさ、そこに居座っていろいろやってて、みんなであーみたいになってて、そうだから全然でも1時間半ぐらいはできたかな。でも最近そうやってさ、もう毎日だいたい同じ時間に行くから、本当にその時にいるメンバーみんなもその時間にだいたいやってくるので、グッドモーニングから始まって、英語の勉強の調子どうみたいな感じで必ずさ、みんな話しかけてくれて、で皆さんはね、仕事してるんですよ。もう若い人が多いかな、すごいなって思う。多分20代の人が多いんですよね。20代であの家を買えるって、やっぱアメリカってすごいなって思う、本当に。もちろんスタジオだと思うんですけど、いや分かんないよ、もしかしたら大きい家かもしれないけど、そう。でもみんなの仕事とか聞いてると、あ、すごいなって思うしさ、なんか日本にいた頃とは全く価値観が違うっていうか、あ、なんか私日本では本当普通のさ、いや今も普通の人だけど、なんて言うんだろう、福岡でそんなね、なんかそんな感じではなかったので、日本との違いにも結構びっくりしてるし、やっぱ20代でも稼げるっていうのがすごいと思って、もちろん日本でもさ、年を重ねたらさ、それなりに稼げるかもしれないけど、なんかアメリカのいる、特にもっとニューヨークとか行くとまた話はね、もっともっと変わるんですけど、ハワイでもすごいなって思って、もリモートでしてる人が多いのかな、みんなパソコンで仕事して、やっぱコロナを機にいろいろ人生変えたんでしょうねって思います。そう、それとさ、今日はいや何の話しようってずっと今さ、歩きながら30分ぐらい40分ぐらい、何の話しようと思ってたんですけど、特に思いつかず、でも昨日さ、一日がすごい長く感じたんですよ。なんかあっという間っていうより長く感じて、すっごい充実できることに本当に気づきだした。朝の時間の使い方が違うだけで、こんなにも
時間に余裕ができるというか、昨日なんてさ、朝起きて勉強してゴルフ練習打ちっぱい行って仕事してジャグジーして一日が終わったんですね。あ、最高って思いました。なんかより今のこの自分の生活が好きになったというか、なんかハワイが好きになったというか、やっぱりこの気候が本当にいいですね。最高。冬が恋しいかなって最近ちょっと思ってたんですけど、今んとこない、大丈夫、冬いらないって感じです。でみんなのさ、友達のさ、インスタ投稿とか見てると、子供たちがさ、新学期が始まったって言って、なんかハワイはハワイ早いですよね。ハワイにいるお友達たちの子供たちはもう結構前から新学期が始まってる気がして、でもニューヨークとかポートランドとか、まあ、違うそこに住んでる私の友達たちは、そう、最近、昨日、一昨日だったかな、から始まったみたいな感じで、みんな新しいスタートですね。そして今日も相変わらずここを歩いている私であります。もう飽きたって感じですよね。毎日毎日毎日本当にここしか通ってない。もっとね、本当向こうでもいいんですけど、ワード、アラモアナあたりからでも。明日はそうしようかな。あ、でも明日は、あ、そうそう、あのここまたさ、ストリートフェスがあるんですよ。だから明日はちょっとその様子も見に行って、まあ、余裕があれば食べたいなって思っています。多いな日本の方が。それにしても、朝から大雨が降っていて、なので今もあんまり日は出てなくて、そんなに暑くないです。さ、何度かっていうと27度なので過ごしやすい、めちゃくちゃ。みんな楽しそうだな。明日はね、ここですね。ここにフェスがあるので楽しみ。さあ、今日はね、金曜日ということで花火の日なんですよ、ヒルトンの。なのでみんなだいたいさ、もう6時ぐらいになったらね、向こうのヒルトン方面に行ったりして、ちょっとだけね、人が減る、人が動きます。さあ、そうそう、あの昨日こう久しぶりにフェイスブックを見ていたんですよ。そしたらさ、自分の何年前の投稿みたいな感じで見れるじゃないですか。最近出てくるのかな。それで2009年の9月の投稿で、なんかニューヨークの地球の歩き方の自分の投稿が出てきて、それに書いてた言葉が意味のある1ヶ月に今後につながる1ヶ月になりますようにみたいな、そんな意味合いのことを書いていて、いやー、身になってるよ、意味のある生活になってるよって、その時の自分に伝えてあげたい。こう10年ぐらい前にさ、漠然と想像していたことが今になって、あ、叶ってるって思うのがなんか最近増えてきて嬉しいんです。ちょっとだからさ、今こう10年後思い描いてることも、10年後とかにさ、自分のインスタとか投稿を見て、多分インスタとかもやってないかもしれないけど、 YouTube ももうやってないかもしれないけど、
で自分の過去のさそういう投稿を見てさ、かなどうよって言ってあげれるような自分になりたいなってめっちゃ思うね。でも思うってさ本当に言霊って私はあると思っていて、てかかな、なんかちょっとスピリチュアルな感じになるかもしれないけど、私は全然そういうなんかスピリチュアル系でもないしそういう感じではないんですけど、そうでも本当に言霊ってあると思っててとか、こう あの人元気かなって私さこうふって思う人が目の前に現れたり突然 LINE が来たりとかするんですよ。そうだからさ、なんかこうどこかがつながってる人とは絶対何かあると思っていて、なんかねそういうのも私は信じてる。言霊もそうだし、なんかやっぱお互いのこうエネルギーが一致した時にバンってその人とはさなんかなる気がしていて、人と人のなんかこう運命とかって私はね思うのはやっぱどっちかが強いだけでもいけないし、両方のさ思いというか気持ちが天秤にかけた時に同じバランスが取れてるのがなんて言うんだろう、好きというかだから成り立つというのか、なんかそんな気がするんですよね。そうだから私の中でのこう今いろいろな計画もあって、10年後はきっとあこの人たちと一緒にこういう人生を送ってるんだろうなっていうのがもうね目に浮かんでるんです。目というか頭というか、そう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 、だからそれに向かって本当に行くのみだな、一歩一歩。もうなんかここ最近ロイヤルハワイアンとインターナショナルマーケットプレスにしか来てないような気がしますね。まあいっか。じゃあというわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。今日もワイキキよりお届けしました。ではでは皆さんまた明日、バイバーイ。うわ虫。